僕にとって人生は例えばもしサッカー選手じゃなかったら、うん、何してたかったなっていう。ああ、僕ね教師になりたかったんですよ。でもう大学もう行きたかったんですよね。僕大学行ってないんですけど、もう大学はもう教員免許取りたくて、とにかく教師になりたかったですね。それは何かきっかけがあって？もうそれはもうあの高校の時の先生が、恩師が、はい、もう僕の中ではすごいあの人生の中でも一番こう影響を受けた人だったんで、なんかこう分かりやすいですけど、そういう人になりたいっていうふうに思ったのがやっぱきっかけで、その先生に憧れましたね。まあ今もこう教師になりたいというか、そういう意味ではなんかこう指導者というか、そういうのにももちろん興味あったりとかしますし、うん、まあ実際自分をこう変えてもらったんで、やっぱその時の影響がやっぱとてつもなく大きくて、うん、先生になった。もしの方は、はい、サッカー関係の、そうです、あの高校の時の、監督ですね。そうです、三重県の、今名前変わっちゃいましたけどね、日生学園第二高校っていうすごい学校でしたけどね。なんかそんなちょっと昔の話になっちゃいますよ。自分なんか一番と思いたいなんかありますか？これ印象に残ってるなって。あ、でも僕らはこう全然弱小チームだったんですけど、冬の高校選手権出たんですよ。もう一回も出たことなくて、僕らが唯一こう出て、それがやっぱ一番高校の時の思い出ですからね。でもまあそれはいい思い出ですけど、まあもうほとんど監督、その恩師に毎日怒られてる思い出しかなかったですけどね。それでもやっぱ心にいろんな何かを残して、うん、いや、すごいです本当に。まあ今でも、今ここずっと会ってないですけど、もう本当に今の自分があるのはもうその人のおかげだと思います。本当に、うん、やっぱ人生なんかきっかけありますね、その人との出会い。いや、大きいですね。だから多分それを自分で感じたんで、まあちょっとこう自分、まあこういうちょっと嫌なおこもしい言い方ですけど、自分もそういうふうな、この子供たちの中のそういう存在であったら、存在になりたいなっていうのもあって、多分そういう教師になりたかったっていう気持ちもあったと思うんですけどね、うん、一番こう分かりやすいところの部分では。じゃあ尾崎先生先生に、ちなみに先生だったら何の先生がいるの？もう絶対保健大学しかないですよねいや勉強全くできなかったんで、今それこそやっぱ今勉強すごいしたいとかしとけばよかったなって思ってますよ。勉強大事ですね、うん、やっぱ今すごいいろんなことを学びたいっていう気持ちがやっぱすごい出てて、それが中学校とか高校の時にもっと出てたろうなっていうふうに思いますもんね。今大切にしている自分の中の思いとかありますか？まあなんで僕はその新潟行って、シンガポール行って、鳥取に行って、今沼津なんですけど、やっぱどこに行ってもこうやっぱいろんな人にこう良くしていただいて、支え、もう本当にこう支えてもらってるんで、そこの部分ではそのやっぱ人間の部分のその人間力みたいなところはやっぱ一番その恩師にやっぱ一番言われたんですよね。で僕やっぱりそういうこと全く考えなくてずっとサッカーして生きてたんで、だからそれはすごくもう恩師に、の先生に一から叩き込まれて、でそれをこうずっと意識してきた結果、まあそういう、まあその言われたことですよね。そういう人間、まずサッカー選手という前にその人間としてどうかっていうところをやっぱすごい毎日のように話しされたんですよね、うん、それをこう常に意識してきてやってきたで、まあそういう部分をこうなんかこうシンガポールのその生活でも、まあ鳥取での生活でもこう良く
してもらえたのかなというのはすごい思いますし、まあもちろん恩師にも言われたんですけど、やっぱそれは結構親からも言われてたんですよね。兄弟、僕は姉が2人いるんですけど、で若い時に自分が高校生の時に親父亡くして、その時にもちょうどそういう姉からそういう言葉をかけられて、うん、まあその時は、まあ、もう父親が亡くなっちゃったんで、まあ、うちら家族は誰のために生きるかって言ったら、こう母親のためにこう生きるしかないよねみたいな感じで言葉をいただもらって、うん、だその時もこうやっぱりすごくそういうことを意識したきっかけですけど、やっぱそれはずっと思ってやってますね。今ここにいてもそうです。なんでこの仕事もそうですけど、まあ、そういう思いでやってます。うん、まあ応援してくれてる人とかスポンサーの方々とか、うん、そうですね。でやっぱ、うん、それすごい意識してても結構こうなんかふとした時っていうか結構忘れがちになっちゃうんですよね。自分が例えばいい時とか、うん、そういう時にそういうのなんか見失いがちになっちゃう。でやっぱ僕もそう、今もそうですけど、やっぱそういうことをこう言ってくれる人がすごい周りにたくさんいたんで、まあ、高校の時であればその恩師の先生で、プロに入ってからもやっぱそういうことを言ってくれるこう先輩方がこう常にいたんで、やっぱそういう環境がすごく恵まれてたっていうのはやっぱすごい特に今すごく感じますね。いや本当それはね、本当によくよくいい環境だったなと思います僕は、うん、だからここまで正直現役選手でいられるとは全く想像してないですね。その尾崎選手にとってサッカーって一言で話したりするの難しいかもしれないですけど、どういう存在というか、でもやっぱそのさっき言ったようにこうなんかその例えば人間力だったり、はい、そういうものを唯一こう自分が、まあ、もちろんサッカー以外のところでも示せると思うんですけど、サッカーでこう人に返せる、うん、ものなんで、だから僕はそういうふうに思ってます。なんでサッカーに対しサッカーでこう皆さんにそういうものを見せるのが、まあ、今は選手なんでそれをできるのが一番だと思ってますし、うん、またこれサッカー選手辞めてたらまた違うことでそういう人に恩返していかなきゃいけないと思うんですけど、今はやっぱ選手としてそのサッカーでそういう恩を返していきたいなっていうふうに思ってますね。うん、だからサッカーって今そんな存在です。うん、僕の時はまだ本当みんな周りも野球やってて、ちょっとずつサッカーが増えてきた感じですかね。もう僕キャプテン翼でサッカー始めたんで、再放送ですね、キャプテン翼。なんかあの頃って多分ドカベンかキャプテン翼か、うん、ああそうですね。だからそれそっち見てなかったですもんね。もうキャプテン翼しか知らなかったですもん。キャプテン翼、やりめちゃめちゃやってましたよ。もう完全やってましたね、あれは。あ、やべ、今話してもちょっと完全やってましたね。だからスカイラブハリケーンやりたくて挑戦したことありますもん。あの一人が下でこう足上げて死んじゃいますね。あれね、キャプテン翼学校は絶対みんなやってると思うんですよ、グランドで小学校の。だから僕もちろんサッカー少年団も入ってましたけど、はい、もう授業合間の10分15分休憩でも外に出てサッカーやってましたから。そうそう、昼休み以外の。何歳頃の時にサッカー始めたんですか？僕は小1です。小1から始めたんですね。はい、最初はもう全然サッカーあんまりやってなくて、でキャプテン翼見て、それこそ父親がなんか静岡のアピアでその昔のそのビデオでキャプテン翼のビデオを借りてきてくれたんですよ、仕事の帰りに。それ見たのがなんかきっかけで、そっちからの漫画だった気がするんですよね。漫画からじゃなくて、地元にチームあるって、うん、いいですね。そうですね。なんでやっぱこの東部の中で唯一ねのチームなんで、やっぱもっとこうやっぱ
こう応援されるようなやっぱクラブと、でもやっぱ 人になるんですかね、やっぱり最終的には。そのなんだろうな、やっぱ人が応援してくれるんで、やっぱそういう人がこういろんな人にこう伝えていってくれるじゃないですか。だからやっぱこういいものをやっぱ一人でも多くの人と共有したりとか、やっぱそうなるし、だからやっぱそういうことなんだろうっていうふうに思うんですよね。だから地道な、すごく時間のかかることだと思うんですけど、やっぱそういうのを大切にしていかないと、やっぱこう地元のチームっていうのはこう応援されないのかなっていうのは、今7年目ですけど僕もやっぱすごく感じますし、やっぱり最初の頃はやっぱりさっき言ったようにこう応援してもらって、あすごいこう応援してもらえてるなっていうのはあるんですよ。でもやっぱある一定の時期来ると、やっぱこうなんていうんですかね、停滞するっていうか、まあ例えばそれは結果もそうですし、チームとかのだからそういう時期は必ずあるの、むしろ今がそうなのかもしれないですけどね。難しいですよね、チームの状態とかファンの状態が。そうですね、やっぱり乗ってくる。そうですそうです、どっちか崩れちゃうと、ちょっとなんだろうな、引っ張られちゃうっていう。そうですね、だから僕この今実際今これを受けてる時、まあ、僕ら勝つんじゃないんですけど、勝ちなしなんですかね。でこれ僕がアスルクラウに入団してから多分初なんですよ、こんだけ勝てないのは。なんでやっぱそういうことを考えることを、いろんなことを考える時間がやっぱ多くなるんですけど、でも逆に言ったらやっぱそうなったとしてもこう応援されるクラブと選手にならなきゃダメだなっていう風にやっぱすごく思って、やっぱそれこそ本物の多分そういう愛されるクラブじゃないですけど、だからそれがジュビロさんだったりエスパルスさんだったりっていうのは、それをずっとそれを経験してきてるわけじゃないですか。やっぱジュビロさんもそうね、両チームそうですけど、やっぱ J2 に落ちたりそういうのを経験してきて、でもやっぱそこまでサポーターファンの方々、やっぱスポンサーの方だとかずっといるってことは、やっぱそういうことだと思うんですよね、もちろん地域性のこともあると思いますけど、だからそういうクラブになるためにはやっぱまずそういう人でなきゃ、そういう人がいないと、やっぱ絶対そういう風にはならないと思うんで、まあでもこれはもう本当 J リーグ全体に言えることだと思いますけどね。まあ僕なんかこういうことじゃないかもしれないですけど、なんかそうしたらもっとこう J リーグ全体も応援してくれる、各チームもこう応援されると思いますけどね。